はい、皆さんこんにちは。腕時計のある人生 RY です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は気持ちよくお買い物をするために時計店でのマナーまとめというテーマについて話してみようと思います。今日の内容はですね、まずはじめに企画の背景をお話しして、次に時計店でのマナー6選というポイントを6つお話ししようと思います。そして次にまとめ、そして最後に番外編として時計店へ行く時の服装をどうしたらいいですかといった悩み結構聞きますので、その僕の考えを話してみようかなというふうに思います。企画の背景なんですけども、こんなコメントをいただきました。時計店に行きたいけどもなんだか緊張するなということで、マナーや作法などあれば教えてほしいですというですね、コメントをいただいたんですよね。これはですね、マナーというと、まあ、大げさなんですけども、まあ、マストではないんですけども、まあ、心得ておくとベターなマナーっていうのを、まあ、私なりに考えてみて6個ちょっと紹介してみようかなというふうに思います。まさにですね、これから12月に入っていて、まあ、年末年始とですね、まあ、財布の紐が緩みがち、まあ、冬のボーナスなんかも入ってですね、なんかこう記念にとか思い出に、なんかこうご褒美にと、時計を買おうという方も多いかなというふうに思うので、まあ、その前にですね、今日お話しする内容をぜひ心に留めておいていただけたら、まあ、お店側も買う側もですね、お互い気持ちよくウィンウィンで買い物できるかなというふうに思いますので、ぜひ最後まで見ていただけたら嬉しいです。腕時計のある人生とは、普段から腕時計のことをとにかく分かりやすく話すチャンネルです。そして時計プラスアルファの知識も得られるようなチャンネルにしたいなというふうに思っていますので、時計好きの方はもちろん、まだ時計を好きでないとか、時計の良さってどこなんだろうと疑問に思っている方もですね、ぜひチャンネル登録していただけたら、そのあたりわかるかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。マナーにですね、入っていく前にまず初めに覚えておきたい大前提について話してみようと思うんですけども、これがですね、一番大切だと思います。一番シンプルかつ大切なこと、それはですね、時計を大切に扱うという心ですね。ここにあのとっつぁんの絵を描かせていただいてますけども、まあ、心というとですね、どうしてもこのシーンが思い浮かんでしまうのがちょっと私なんですけどもね。これから紹介するマナーというのはですね、まあ、マナーというと大げさなんですけども、小手先のテクニックっていうか、まあ、ちょっとテクニカルなところもあるんですけど、まあ、これっていうのはですね、全てこの時計を大切に扱うという心の上に成り立つものなんですよね。逆に言えば、この時計を大切に扱うという心なくして、こういったマナーというか、行動はできないというふうに思います。逆にですね、こういった時計を大切に扱おうという心を持っておくとですね、今後自分がこうテクニックとか、まあ、忘れたとしてもですね、行動に現れると思うんですよね。なので、まずは時計を大切に扱うという心、これが一番シンプルかつ大切なことだというふうに思うので、時計をリスペクトして、そしてお店をリスペクトして、時計を大切に扱うという心をですね、ぜひ心に、留めておいていただけたらなというふうに思います。それではマナーに入っていこうと思います。まず一つ目ですね、覚えておきたい時計店でのマナー、その1、試着前にアクセサリーをすべて外すです。ここの後ろの写真にもあるようにですね、まあ、結構アクセサリーされている方いらっしゃいますよね。例えば指輪とかブレスレットとかですね、こういった手首周りのアクセサリーっていうのは、時計をつける前に必ず外しておきましょうというのがまず大切なことです。これは何でかっていうと、時計っていうのはですね、まあ、ステンレスとか、あとは貴金属類、金とかプラチナとかありますよね。で、傷ってに非常にこうセンシティブなんですよね。特にプラチナとか金とかですね、柔らかい金属っていうのは特にセンシティブなわけです。で、ステンレスであっても、こう例えばステンレスのブレスレットとかしてると、そこと当たるとですね、擦り傷っていうか傷がつく可能性もあるんですよね。なので、試着前にはですね、必ず手首周りのアクセサリーっていうのは外すようにしておいた方がベターです。特にですね、最近多いのが、まあ、例えばスポーツ選手とかですね、まあ、健康の器具の一つとして、こういったマグネット、磁気を発するようなアクセサリーっていうのあります。
ますよね。これっていうのはもう特に磁気系のアイテムは要注意なので必ず外すようにしておきましょう。こういった磁気系のアイテムっていうのはできれば時計店に行くときっていうのは外しておいて、もうそもそも家から出るときにしておかないという方にした方がいいのかなと個人的には思っています。時計の試着をする前はアクセサリーは外すようにしましょうというのが一つ目のポイントです。続いて2つ目のポイントは基本的に試着はトレーの上でしましょうというのが2つ目のポイントです。トレーっていうのは基本的にこう時計に優しい素材でできている、例えばレザーとかになってるんですよね。なんで、時計を試着するときはですね、落としてもいいように、落としても良くないんですけども、万が一落としてしても大丈夫なようにトレーの上で試着をするようにしましょうと。それから、あまり腕を高く上げすぎないで、トレーの上に落ちたとしても大丈夫なような位置で試着をするっていうように心がけておくといいかなというふうに思います。でこれ万が一落とした時に床に落としてしまったらもう考えたら恐ろしいですよね。100万円もするような時計をですね、この床の上に落とすというふうに考えたらもうゾッとしてしまいますよね。ということで、ご自身のためにもですね、時計のためにも試着をする時にはなるべくトレーの上で、心がけておくといいというふうに思います。で、全身鏡で見たいという場合もあるというふうに思うんですよね。なのでそういった場合にはですね、必ず店員さんに確認して、ちょっと全身鏡で見たいんですけどいいですかというように確認してからですね動くようにしましょう。何も確認を取らないで勝手に歩き回って動いてしまうとこうもうそわそわしてしまうので、何かこうトレーの 上から動きたいという時は必ず一言声をかけてから動くようにするといいかなというふうに思います。基本的には試着はトレーの上でしましょうというのが2つ目です。続いて3つ目、革ラバーベルトは店員さんにつけてもらうです。これはですね、革とかラバーベルトっていうのはこう跡がつきやすいんですよね。なので時計屋さんによっては、革とかラバーベルトの時計は手の上に乗せるだけとかですね、あるいは一番緩くなるところの穴で通してくれるとかですね、時計の屋さんによっても結構ルールが違うんですよね。なのでご自身でこう無理やり革を引っ張ってギュッと止めるっていうことは絶対にしてはいけなくて、革とかラバーベルトの時計っていうのはすいません、つけていただいてもよろしいでしょうかということで店員さんにつけてもらうというのが一番安全でいいかなというふうに思います。でステンレスの場合もですね、できればもう店員さんにつけてもらうのがいいかなと個人的には思いますね。ここでは革とかラバーベルトというふうに限定してるんですけども、基本的にはですね、時計を試着するときは店員さんにつけてもらうというのが一番ベストかなというふうに思いますし、覚えやすいというふうに思うので店員さんにつけてもらうのが良いですよというのが3つ目のマナーです。続いて4つ目、時計を操作する前に店員さんに確認をするようにしましょうというのが4つ目のポイントです。これっていうのはですね、時計っていうのは結構センシティブなものだったりするんですよね。例えばリューズを回すとか、カレンダー操作をするとかですね、クロノグラフを作動させる、それからダイバーズウォッチの回転ベゼルを作動させるとかですね、こういった操作をする前には必ず店員さんに確認をするようにした方がいいと思います。知らずにですね勝手に操作してしまって、もしかしたら壊してしまう可能性もなきにしもあらずですよね。あるいはその時計特有の何かこう注意事項とかあるかもしれないですし、操作をする前には必ず店員さんに確認をするようにした方が良いでしょうというのが4つ目のポイントです。そして5つ目、時計を置くときはリューズを上にする。リューズというのはですね、ここの黄色い丸で囲ったここですね、時計の針を動かしたりとかカレンダーを動かしたり、何かとですねリューズで、時計の操作をすることっていうのは非常に多い重要なパーツなんですよね。そして時計の外と中のムーブメントをここのシャフトを通してつながってるわけですね、リューズから。船でいうところの、プロペラと船の中をつないでるところなわけです。本当に重要なところなんですよね。なのでこのリューズっていうのは壊してしまうと非常に大きな痛で、最悪の場合修理が不可能といったところ致命傷を与えてしまうところでもあるので、このリューズをですね下にしておくと、例えば何か物を落としてしまった時にこのリューズにですね重さが一気にかかってしまうんですよね。そういったことを回避するためにリューズを下ではなくて上にするようにしましょうというのが安全策として有効なわけです。でそれからもう一つですね、一番多いのがこの
時計の文字盤をですね上にしておくということですね。そうするとこちらの写真のようにステンレスベルトの場合だと時計の裏側ですね、裏蓋と言いますけど裏側とこのステンレスのブレスレットが当たってしまって擦れてしまうわけですね。そうすると裏蓋とか、このステンレスベルトにですね傷がついてしまうという恐れがあるので、一番ですね時計に傷つけないという意味のポジションでもリューズを上にしておくと一番まあ安全かつ時計を傷つけないポジションというふうになっているので、例えば試着をし終わった後ですね、このトレイの上に戻すときにリューズをですねそっと上にしておくとまあこの人分かってるなというか、まあ時計を大切に扱ってくれてるなということが伝わるかなというふうに思いますので、ぜひここは頭に入れておいていただければなというふうに思います。そして6つ目、携帯電話を近づけすぎないということです。時計というのはですね先ほども話した通り磁気に磁力に弱くなっているわけですね。したがって時計というのは携帯電話に弱くなっているんですよね。なので近づけすぎてはいけませんよと気をつけてくださいねというのがここのポイントです。最近ですね、iPhone12 が発表されましたよね。で iPhone12 の背面はですねあの磁石になっているっていうのを聞いてですねちょっとこうゾッとしたというか、時計好きとしてはちょっとこうせっかくと iPhone12買おうかなというふうに迷っていたんですけども裏側にですねマグネットがついているっていうのを見てあちょっと買うのを渋ってしまうなというふうに今私思っているんですけども、なので特に iPhone12 を持っている方っていうのはもう特に気をつけた方がいいのかなというふうに思っています。まあ、実際にあれがどれぐらいの磁力があるのかっていうのはちょっと全然わからないんですけども、まあ、マグネットという言葉を聞いてですねちょっとゾッとしてしまったので、特にですね携帯電話は磁力発生している、時計にとっては脅威なんですよということを気に留めておいていただけたらですね時計に近づけなくなるかなというふうに思うのでその辺の意識をしておいていただけたらいいのかなというふうに思っています。はい、いかがだったでしょうか。ここまで覚えておきたい時計店でのマナー6つをお話しさせていただきました。もう一度振り返ると、1、アクセサリーは外すようにしましょう。2、試着はトレイの上でするようにしましょう。3、時計は店員さんにつけてもらうようにしましょう。4、時計の操作は店員さんに確認してから行うようにしましょう。5、時計を置くときはリューズを上にするようにしましょう。6、携帯電話を時計に近づけないようにしましょう。これらのですね6つを覚えておいていただけたらこう時計を大切に扱う行動になるかなというふうに思いますので、ぜひですねこれから時計店に向かおうかなと思っている方は心に留めておいていただけたらなというふうに思います。まあ、そうは言ってもですね6つも覚えるのって非常に難しいですよね。まあ、時計好きが長い方とか、慣れている方にとっては何でもないかもしれないんですけども、これから時計を買おうとかですね、初めて時計を屋さんに行きたいという方はかなり難しいと思います。なのでそういった方はですねこれを覚えておいてくれれば OK です。時計を大切に扱うという心、これが一番大事なので、これをですね、シンプルかつ一番大事なことかなと個人的には思っているので、もう本当に6個もあってわからないよという方は時計を大切に扱う心というのを持って時計屋さんに行けばまあいいかなというふうに思います。何でもですね反復してやっとできていくようになると思います。初めから誰でも、全部できるわけではないんですね。時計屋さん入るのは確かに私もそうでした。初めてロレックスに行くときはもう本当に緊張して辺りをですね5分も10分もうろうろして完全に不審者みたいな感じだったと思うんですけども、時計屋さんに入るのは確かに勇気いるのはすごくわかるんですけども、入ってしまえばねなんとかなるというふうに思うので、慣れていくというふうに思うので、その際にはですね時計を大切に扱う心、これを持って、入っていければですね大丈夫だというふうに思いますので、あまりですね萎縮しすぎず考えしすぎず行って気軽に行っていただけたらなというふうに思います。あと結構いただくコメントというか聞く質問が、時計店に行く時の服装はどうしたらいいですかっていうのは非常に気になるところだというふうに思います。僕もですね最初本当にこれってどうなんだろうって気になっていたところです。で個人的にはですねおすすめは2つあります。1つは最低限のマナーがある服装ということです。外に出て恥ずかしくない格好ということですね。例えばこういう服装はちょっとなって個人的に思うのは、例えばクロックスとかですね、
あとはまあ 寝巻きっていうんですかね、パジャマっていうんですか、スウェットとかで、まあ、おしゃれスウェットっていうのも今あると思うんですけども、まあなんでしょう、完全に部屋着でしようみたいな、まあジャージっていうんですかね、いうパジャマとか、まあ、クロックスっていうのはまあちょっと社会人としてどうかなというふうに思うところもあるので、まあ、その辺は避けていただければなというふうに個人的には思っています。っていうのも、まあ、ブランドのブティックとかもですね、まあ、一生懸命その自分たちの世界観というか、を作ろうと努力しているわけですよね。でそこにですね、まあ、クロックスでまあ、パジャマみたいな服で入ってこられたらですね、まあ、その世界観をぶち壊しになってしまうというふうに思うんですよね。でそういった人たちがどんどん増えてくるとですね、ブランドイメージを下げてしまうことにもなりかねないというふうに思うと思います。皆さんの中でもですね結構あるというふうに思うんですよね。例えばこのブランドいいなというふうに思うけども、なんかこう入ってる客層がなとか、このブランド持ってる人の客層がちょっとあんまりちょっとな嫌だから、このブランドってちょっと嫌なんだよなって思う方もいるというふうに思うんですよね。でそれを作り上げてしまっているのは誰かっていうと、やっぱりそういったお店にそういう服装っていうか、なんかこう雰囲気で訪れてしまっている人々だというふうに思ってしまうわけですよ。なので、お店に入る以上ですね、そのブランドの一員というか、その世界観を構成している一員という心を持ってですね、まあ恥ずかしくない服装で行くのがいいのかなというふうに思います。まあ半袖とか短パンというのは全然いいというふうに思うんですよね。なんですけども、まあ、例えばクロックスとか、まあ、パジャマみたいなスウェットみたいなジャージとかは、まあ、やめた方が、まあ、節度ある大人としていいのかなと、そして、自分の気になっているブランドのためにもいいのかなというふうに思うので、まあ、最低限マナーある服装を心がけましょうというのが個人的なおすすめです。そしてもう一つは、その時計をつけるであろう服装でいくということですね。例えばですね、ここの下の図にある通りですね、例えば仕事用の時計を探していますという時に、仕事で例えばスーツを着るのであれば、そのスーツで行くというふうにのがいいというふうに思うんですよね。私服で行って、おなんかこれかっこいいなと思って買ったとしても、スーツにつけてみたらですね、なんかちょっと合わないなとか、でかすぎるな、分厚すぎてシャツの袖に入らないなとか、結構あるというふうに思うんですよね。なので例えばスーツ仕事で、使う時計を探しているという方であれば、スーツで行くというふうにした方がいいというふうに思います。あるいはですね、自分のよく着る服装の系統とかですね、色とかの服で行くと、結構こうなんでしょう、買ってから失敗が少ないというか、こんなはずじゃなかったということが少なくなるかなというふうに思いますので、その時計をつけるであろうメインの服装ですね、で、行って試着してみるのが、まあ、イメージが湧きやすくて失敗が少ないかなというのでおすすめかなというふうに思います。まあ、この2つがですね、個人的には時計店に行くときのおすすめの服装というふうになっているので、まあ、何か参考になれば嬉しいですね。はい、ということで、ここまでですね、時計店に行くときのマナーと服装についてお話しさせていただきました。もし面白かった、役に立ったという方は、ぜひ高評価とチャンネル登録ボタンを押していただけたら嬉しいですので、よろしくお願いします。それではまた、ありがとうございました。